ちょっと血色が悪いので、擦ってから締め付けてみたら、こんな色になっちゃって、焦ってもう一回擦ったら、なんとかピンク色になって、今度は擦りすぎちゃったら、赤っかになっちゃって、とりあえずこれで、中にカルピスソーダを入れていきます。中に入れていきます。ちょっと泡立っちゃってる鼻を締めて、よく拭いて、よく振って真ん中ら辺に穴を開けて押し出すと、その手であれを出しましょう。次はラムネ入れたまんまカルピスソーダ入れていきます。欲しいのなら喜びを知り、パーッとばらまけよ。そして輝くのやっぱりこっちの方が勢いありますね。次は本命のカルピス原液入れていきます。ちょっとこちらは黒仕様の映像になってしまうので見るときはお気をつけください。満タンに入れて蓋を閉めて、また真ん中に穴を開けていきましょう。やっぱすごいですね。満タンに入れていたのでめちゃめちゃ出ました。最後はダークホースの牛乳を入れていきます。これも満タンに入れて同じように真ん中に穴を開けていきます。うわぁ、こっちもいっぱい出ましたね。最後はティッシュで拭いていきましょう。そして最後にご紹介いたします。今回ご出演いただきました男優の皆さんです。すいません、間違いました。マイクの皆さんです。元気さん、綺麗なピンクさん、血色悪いさん、瀕死さんの皆さんでした。拍手をお願いいたします。パチ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 。